ジン、こっちだ。近江から神野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。そこのお方、温まってってくれ。役立つものばかりです。また頼むぞ。道中のご無事をお祈りしています。お主武志か。名前もご存知か。酒井仁、ユナの友だ。あいつの生きてんのか。近江への道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だが訳もなく命を懸けられないな。
この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは分けが違う。まずは様子を探る。猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めれば、ユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か？なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は？増えてではない。Sultan'sa
氷の宿営に向かおう。そこから離れろ。すぐに行く。すぐに。今飲みました。ユナのやつ変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに射手の多くを置こう。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナがいいそうだ。いろいろと教わった。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。
Oy! Bunu kıkça harta! Han! Oy! Bunu kıkça harta! انهفاز حرفات بسان بيجنك خلص اك نخار شديج
こんなのケダモノがすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここなら挟み撃ちにできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。今少し待て。今だ。殺してやれ。走り急ぐぞ。志村様が延命を募り軍を作ったとき、なぜあんたが引き、道を開くよう任されたのだ。手下を一人もつけてもらえなかったのか。お主がおると伝えた。お許しになるとはな。南門から聞こえた。様子を見てみよう。ついてこい。言うな。まさかあいつが。向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。